ミとFIFA、e スポーツの協業に関する契約を締結。今回の発表によると、コナミはFIFA と全世界における e スポーツの継続的な発展に向けた協業に関する契約を締結したとのこと。背景として、世界のサッカーコミュニティの環境、e スポーツを通してさらに押し上げることを挙げている。ウィーレってなくなったん？もう長らくコンシューマー触ってないからわからん。ウィニングイレブンではありません。プロエボリューションサッカーです。FIFA、国際サッカー連盟が、サッカー関係者にとってのゲーミングと e スポーツの未来は、一社が全ての権利を支配し、利用することではない。などとの声明を発表。契約金高すぎつって FIFA から EA 逃げたのにコナミがそれを食らうのか。 EA は名称使用料として4年ごとに1億ドル1142億円を支払っているというが、 FIFA 側は今回の交渉でその倍以上の金額を要求していたとのこと。 FIFA は権利をいろんなとこに巻きたい。 EA は高額な権利払ってるから独占させろ。ゲームの稼ぎを FIFA に吸い取られんの？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。